ん？何？トマトラーメン？あー、何やろトマトラーメン、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 トマトラーメン。こんにちは、波の平です。最初にも見ていただいたんですけども、入るのを5年間躊躇してたちょっと変わった名前のお店に今回寄らせていただきました。場所は和泉市布施谷町、名前がトマトラーメンあかりさん。そう、ラーメン屋さんなんですね。店内はこんな感じ。カウンター席と4人掛けのテーブルが3つかな、あ、1つが座敷席になってました。それでメニューを見てびっくりした。選べるメインの麺料理がトマトラーメンしかないんよ。なかなかこんなお店ないよ。トマトラーメン950円、麺大 1.5 玉が100円プラス、2玉が200円プラスということなんですよね。トッピングがトマト、まだ入れるか、セロリ、豚肉、白菜、水菜、各100円っていうことなんですよね。いやー、こんな店初めて見た。びっくりするんやけど、ちょっと期待もしてる。で、一つだけ違うメニューを発見。夏限定、冷やしトマト冷麺。まあ夏といえばトマトなんでね、これはなんかちょっと期待できるんやけど、今はないんよね。満腹波の平の動画で早速やってきました、そのトマトラーメン。いやー、むっちゃトマトやん。トマトやねんけど、このルックスからちょっと味の想像つくよね。これはどう考えてもイタリアンテイストだろう。この上の水菜がバジルの香りをしてるって、もうこれはもうね、食べる前からわかる味間違いない。これスープはもちろん赤いんやけど、ん？何か浮いてるな、唐辛子よなこれ。麺は細縮れ麺。いやー、見れば見るほどパスタに見えてきたぞ。いただきます。言ってもケチャップやから、イタリアンチックやで。うん、いや全然違う。うんま、やっぱうんま、うん、ちょっとやばいかもしれない。うまいなこれ。うん、うまい。セロリ、セロリうま。うま。ちょっとピリ辛やね。それがイタリアンチックじゃないのよね。へえ、これはうまいわ。トマト、ちゃんとトマトも入ってる。うまいわ。一口目から驚きの連続で、頭の中がうまいと、うわ、なんやろこれっていうのがずっと渦巻いてましたね。初め言ってたイタリアンテイストなんてこれっぽっちもございません。たくさんトマトを使ってるのでトマト味なんですけども、これは立派なラーメンです。いやー、うまかった。ちょっとピリ辛してるのがそうさせるんでしょうね。このラーメンは食べれば食べるほどまた次の一杯が食べたくなる、中毒性のあるちょっとやばいラーメンなのかもしれませんね。聞くところによると、トマト嫌いな方でも9割完食して帰られるということなので、私トマト無理やわ、でもラーメン食べたいなっていう方にもおすすめの一杯になっております。うまかった。ごちそうさまでした。追加情報でございます。実はこのトマトラーメン、麺を完食した後にその残ったスープにご飯とチーズを入れてリゾット風に食べるというおすすめの食べ方があるらしいです。イタリアンやないかい、やっぱりって思ったんですけどね。でも美味しくいただけるんだったらそれもありかと思います。それ専用のね、定食も用意されているので、ラーメンも食べたい、リゾットも食べたいという欲張りな方はそちらを試してみてはいかがでしょうか。ということで、気になる本日のお会計はこちら。いや、ほんまうまかった。満足な一杯ありがとうございました。また寄せていただきます。満腹波の平の動画。
はい、改めまして波の平でございます。トマトラーメンあかりさんいかがでしたでしょうか。いや本当に美味しいラーメン屋さんでした。伝えきれなかったものは全て概要欄の方に記載してありますんで行ってみてください。ということで今回なんですけども、前回の動画でお伝えしてあった皆さんからのコメント紹介を今日からやってみたいと思います。一つ目、初コメです。先日お会いした時に急に話しかけたのに気さくにお話ししてくださりありがとうございました。いつも楽しく拝見させていただいてます。家族でご飯行く時の参考にさせてもらっています。波の平さんで知った武蔵野コーヒーもすごい気に入ってましたよ。おかんとのほのぼの動画とか見て癒されてます。お体に気をつけてまた楽しい動画待ってます、ということで、いやほんまに心温まるコメントいただけたらもうなんぼでも読むんで、どんどん来てください。よろしくお願いします。コメント待ってます。2つ目、和泉市鶴山台の坂の途中にありますもつ鍋店がとても気になっています。確か看板にカレーもつ鍋と書いていたような、ぜひ突撃取材よろしくお願いしますっていうことなんですけど、これねうどん屋さんなんですよ。お昼だけで、カレーっていうのはね、そのカレーうどんがすごく有名なお店で、以前はね別のところでお店やってはって、その鶴山台のお店の方に越してきて今営業されてるんですけども、昼間はうどん屋さん、ランチどころのうどん屋さんとして、夜はもつ鍋とかの居酒屋さんとしてやってはるんで、また機会がありましたらそのどっちもランチもディナーも紹介させていただきたいと思います。コメントありがとうございます。ここまでね普通のコメントをいただいてるんやけど、こっから癖強やで。さあ行こうか。あかん、麺を全部食ってからチャーハン。なんでお前に言われなあかんねんこれ。でもう一つね、同じ人なんですけど、そや汁は残さず飲み干すのが礼儀や、パチパチパチ、さすがタヌキ。でもう一つ、これも同じ人、伸びてしまうやろタヌキ。これってアンチよな。極めつけがね、次なんですけど、これ2件来てます。なあカツラか、髪増えてへんか、なんかやっとるやろ。でもう一つ、こいつもこれ書いてきてんのよな、ほんまや髪の毛増えてるやん、なんかやっとるわ、やってへんかったらこうなれへんって。な、俺もともとこっちやったんや、こっち、それがこないなってんねんから、なんかやっとるに決まっとるやろそんなもん。でもな言うとくけどな、何をやってるかは教えたれへんわ。ということで今回からこんな風にコメントを読ませていただくことにしました。この動画でまたコメントいただいたら、その次とかそのまた次とか、どん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 こうコメント増えるたびにね、うわこれはという、これは絶対に紹介したいというコメントがありましたら、どん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 紹介していきたいと思いますんで、皆さんコメントの方どうぞよろしくお願いします。ということで満腹波の平の動画今日はこの辺で、それじゃあねバイバイ。あ違う違う違う、それだけじゃない、コメントだけじゃないよ、グッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントどうぞよろしくお願いします。